リシャ神話における原初の神々。このビデオではギリシャ神話における原初の神々の概要とその起源、特徴、神話を説明し、ギリシャ神話に関連する宇宙観をより詳細に扱う次のビデオでより深く広い視野を持って理解することができるようにします。当時最も広く受け入れられていたのはヘシオドスが神闘記に収めたものである。それはカオス、深い空虚から始まる。そこからガイア、地球と、エロス、愛、アビス、タルタロス、エレバスという原初の神々が誕生した。コスモゴニック神話は紀元前1年頃には均等の社会で生活の一部となっていた。古代ギリシャの文化が発展するにつれてギリシャの詩人たちは次第にこれらの東洋の神話を取り入れるようになった。最初の試みはホメロスのイーリアスに見られる。その一節にヘラが神々の父オシアンと母テティスを和解させたいとコメントしたことが記されているが、これはバビロニアのアプスとティアマトの神話を彷彿とさせる。その意味で水を原初の元素とする考え方は物事の本質を説明する原初の元素を探したミレトスのタレスに先駆けてのことである。ギリシャ神話の詩人であり音楽家であるオルフェウスの宇宙論は、すべてのものの始まりにカオス、夜、ニクス、エレボスがあったという別の説明で、空のカオスと可視世界の間のギャップを埋めようとするものであった。では、原初の神々を一つずつ見ていこう。カオスヘシオドスの神闘記によれば、カオスは最初に存在したものであり、カオスが唯一のオリジナルな存在である以上、後の神々は必ずカオスから発生したに違いない。宇宙やギリシャの神々など、すべてがそこから生み出されたものである。カオスは原初の虚空に存在するランダムな無秩序の状態であり、その後間もなくその体内にコズミックエッグが形成されて孵化し、闇の中に最初の神々が生み出されたのである。ギリシャの歴史家ヘシオドスによれば、カオスはタルタロスや後の天上界によく似た場所でもあった。ヘシオドスはそれを遠い、地下の、影のような場所と表現した。ヘシオドスは、カオスから現れた最初の神々を、原初の元素である地、空、海から始めて、基地の核元素に関連する神々を確立した。ガイアギリシャ神話の重要人物であるガイアだが、古代ギリシャの礼拝では神殿が奉納されていたものの、特に尊ばれることはなかった。ガイアは神話の中では人として行動し、美術作品では人間の姿で地中から現れることもあるが、物理的、自然的要素としての大地と直接的な同一性を持っているため、完全に擬人化された神とは言えない。彼女は宇宙の創造主であり、未来を予言する能力も持っていたため、予言者とも考えられていた。ガイアはただ一人、星空のウラヌスを生み、そして彼と一体となって、100本の腕を持ち、巨大で暴力的な存在であるタイタン、ティタニデス、キュクロプス、ヘカトンキレスを生んだ。天王星は自分の子供たちをみんな憎んでいたので、子供たちを母親の奥の院に住まわせたのです。ある日、彼女は彼らを解放することを決意し、父親に復讐するよう求めたが、彼らはみんな、父親を恐れすぎていた。末っ子のクロノスだけは、彼のことが大嫌いなので、賛成しました。ガイアは鋼鉄の鎌を息子のクロノスに手渡した。クロノスは父の睾丸を切り落とし、背後に投げ捨てた。その傷から流れ出た血がガイアに注がれ、そこから巨人やヘリニアス、トネリコの姓など、木にまつわる神々が生まれました。この切断の後、ガイアはポントスと合体し、そこから海の神々が生まれました。世界を支配していたクロノスはひどい暴君となり、兄弟をタルタロスに幽閉してしまったので、ガイアは新たな復讐を計画したのです。レアとクロノスの子供たちは、地に食い殺されていたが、ゼウスからのテープで、助けを求めた。ガイアとウラヌスは彼女に運命の秘密を明かし、クロノスの裏を書く方法を教えてくれた。子供が生まれるとガイアは洞窟に隠し、同時にクロノスは毛布に包まれた石を与えられ、
その違いに気づかずに食べてしまった。ゼウスが成長した時、クロノスと公然と戦い、ガイアはタイタンの助けが必要であることを知らせた。ゼウスがタルタロスから彼らを解放した時、彼らは彼に稲妻、雷、稲妻という武器を与え、それで彼は父を退位させたのである。しかし、ガイアは敗れたヘカトンキレスの運命に未練があり、タルタロス、深淵の神と合体してティフォンを生み、神々はこのティフォンと長い間戦うことになった。その結果、もう一匹の怪物、エキドナが誕生した。ほとんどの神話では、ガイアはチャリブディス、ハーピー、パイソン、金獅子の守護竜、そして冥星など、様々な怪物の母体であるとされている。タルタロス。タルタロスとは、黄泉の国の地下にある世界最深部のことである。歴代の神々が敵を幽閉した場所である。ギリシャ神話には、いわゆるタルタロスという、キリスト教の地獄と同じような永遠の苦しみを味わう場所があった。タルタロスは場所であると同時に、エーテルとガイアの子である神であった。タルタロスという場所は、黄泉の国よりもさらに深い、冥界の底にある。タルタロスは、天から地までの距離に匹敵するほど遠い場所である。その周囲は、層の夜と聖堂の壁で囲まれており、暗く不穏で陰気な縦穴を形成していた。そこに巨人が幽閉されたのだ。ハデスはすべての人が入る死者の世界だが、タルタロスはヘカトンキレスという数十個の巨大な頭と数百本の強力な腕を持つ巨人に守られた呪われた者たちの住処であった。ダンテスの地獄編のように、タルタロスでは生前の犯罪に見合った罰が与えられる。タルタロスには、それと対をなすエリシオンの野があり、そこは高潔で英雄的な人々の住処であり、その緑の野と花の咲く草原は至福の永遠を約束していた。死後は、ラダマンティス、イアッカス、ミノスからなるハデスの法廷によって、すべての生き物の最後の運命が決定されるのである。エロス。情熱、愛情、完全な憧れを擬人化したもので、その存在によって原初的な存在が肉体の結合なしに新たな存在を創造することができる。エロスはギリシャ神話に登場する愛の神、正確には情熱的で肉体的な欲望を司る神である。前触れもなくターゲットを選び、相手の心を激しく打ち、混乱と抑えがたい感情を引き起こす。ギリシャ美術では、エロスは、神と関係の深い花、特にバラをいただいた、屈託のない美しい青年として描かれることが多い。その他考えられる起源。ヘシオドスは、ギリシャ神話における宇宙の起源と神々の系譜を記した最古の詩集、神闘記全6世紀の中で、原初のカオスの後にガイア、大地、タルタロス、地下世界と共にエロスが発生したと説明している。一方、アリストファネスの喜劇、鳥全414年では、闇と影の神エレバスに孕まされ、夜の女神ニクスが産んだ卵から帰った神とされている。プラトンは、演前 385-370 の中で、エロスは豊かさの神ポロスと貧しさを表すペニアの結合から生まれたと書いている。この組み合わせは、母方には永遠の欠乏を、父方には豊かさと勇気を受け継いだ愛の両義的特性を説明する。ある時は戯れ、ある時は無邪気にいたずらをし、またある時は無謀な情熱と混乱だけをもたらす不意打ちで残酷に、まるで風に吹かれた無力な木の葉のように被害者をもてあそぶ神。美と性の女神アフロディーテと戦いの神アレスの子で、豊穣の神としても崇められている。美の女神と戦いの神の子であるエロスは、愛が幸福の代名詞であるように、痛みや苦しみをもたらすこともある二面性のある神である。この神は、人に情熱を与えるだけでなく、自らの矢の犠牲となり、世界で最も美しいとされる人間のプシケと恋に落ちました。二人は結婚し、官能の象徴である一人娘のヘドネを授かった。最も代表的な神話は、
美と性の女神アフロディーテと戦いの神アレスの間に生まれたエロスというものである。しかし他の書物にはこの女神が海の泡に取りつかれて彼を宿し、この結合から愛の神エロス、欲望と性欲の神ヒメナイオスの双子が生まれたと記されている。この二人の兄弟はポトスと共にギリシャ神話に登場する愛の翼を持つ神々エロテスを象徴している。この三部作は全ての人間関係の基礎となる愛、エロス、性欲、ヒメナイオス、憧れ、ポトスを組み合わせたものです。エロスの神話。エロスとサイケの神話。プシュケは王の娘で、その美しさで人々を魅了した。そのため彼女をアフロディーテの生まれ変わりとして崇め、祭壇を放棄する者が続出した。嫉妬に狂った女神は息子のエロスに命じて、その女を最も醜悪で下劣な男と恋仲にさせた。しかし神は彼女の美しさに魅せられ、自分の宮殿に連れて行き妻にしたのです。しかし母親の怒りを買わないように、正体がバレないように夜暗いところしか訪れませんでした。嫉妬深い姉たちに影響されたプシュケは、ある日神が眠るのを待ってランプで顔を照らし、その正体を確かめようと考えたのです。裏切りが発覚した時、エロスは彼女を見捨てることを決意し、悲しみは彼女の美しさを失わせた。罪悪感を抱いた女性は彼の許しを得るために危険な試練を次々とこなしていく。その最後の作品では、彼女は愛する人の美しさを取り戻すために冥界に降りてペルセポネに自分の美しさの一部を求めます。ついにエロスは彼女を許し、母とゼウスにプシュケを不老不死にして永遠に一緒にいられるようにと懇願する。二人は結ばれ、官能を象徴する一人娘のヘドネを授かった。ダフネとアポロンの神話。また太陽と理性と音楽の神であるアポロンが弓矢と歌の名手であるエロスを嘲笑していたという話もある。その復讐のために彼は矢で彼をいて、ダフネという妊婦と恋に落ちるように仕向けた。しかし逆に若い女性に軽蔑と侮蔑の念を抱かせるように、また鉛の矢を放ったのです。拒絶されたにもかかわらず、神は彼女を求め続けた。嫌がらせから逃れるため、ダフネは地である川のラドンに助けを求めた。彼は彼女を月桂樹に変身させ、それ以来この木はアポロの神聖なものとなった。愛と情熱の神話。またアフロディーテが心配したのは、時間が経っても息子が成長せず、いつも反抗的でやんちゃな子供のままだったという神話である。そこで彼女はその答えを求め、テミスの神託を受けに行くことにした。この聖地で彼女は、情熱がなければ愛は育たないと教えられた。女神はもう一人の息子、情熱の神アンテロスを授かるまでそのメッセージを理解することができなかった。兄と一緒にいる時、エロスは美しい青年に成長した。しかし離れれ離れになると、また甘えん坊に戻る。トロイのヘレンの神話。アフロディーテはヘラやアテナと競った美人コンテストでヘレンに投票したトロイアの王子パリスにヘレンの愛を約束した。美貌で知られるヘレンはミケーネのオーメネラウスと結婚していた。しかしエロスの矢によってパリスと恋に落ち、二人は一緒に逃げ出し、トロイア戦争の引き金となった。エレバスは世界のあらゆる場所に満ちている闇と影の化身である原初の神であった。その濃密な闇の霧は世界の果てを取り囲み、地下の影のような場所を満たしていると言われていた。カオスは彼と彼の妹である夜のニクスを生み、二人の兄弟は欠乏し、その反対であるエテルとヘメラを生んだのである。ニクスはエレボの暗い霧を空に引きずって世界に夜をもたらし、ヘメラは霧を広げて昼をもたらす。ニクスはエーテルの光、明るく輝く上空を遮り、ヘメラは闇を取り除き、エテルが再び地上を照らすようにしたのです。エレバスはまた
黄泉の国の守護者である3つの頭を持つイヌケルベロス、タナトス、エリニアス、埋葬されていない死者たちの住処でもあったのです。次の動画巨人軍、きっと気に入るはずです。歴史、神話、哲学、芸術に関する他の動画は動画の説明で私のチャンネルをご覧ください。